日本の防衛監視活動に海自の哨戒機が活躍しています。つい最近も中国艦隊が日本領海内を通過太平洋へと向かった時も哨戒機が監視活動を行っていました。今回、哨戒機に焦点を当てて、詳しく見ていきます。海自では、B1 と B3C 哨戒機とあり、最近結構活躍中です。海上自衛隊では、中東地域において、2009年からソマリア沖において、海賊から付近を航行する船舶の護衛を目的とする多国籍部隊の一員として、北アフリカのジブチ共和国を拠点に、護衛艦と P3C 哨戒機の海外派遣を継続している。2019年12月には、政府の NSC 国家安全保障会議での閣議決定によって中央地域の緊張緩和と情勢安定化への外交努力とともに日本の船舶の安全確保に必要な情報収集を強化するとしてジブチに派遣中の海上自衛隊部隊を活用することになり護衛艦一隻とB3C 哨戒機2機を防衛省設置法における調査・研究を目的として1年単位の長期派遣が実施されることになった。2021年2月に八戸基地所属の第2航空軍の P3C が那覇基地の第5航空軍の P3C と交代、護衛艦は6月に舞鶴基地所属のDD-156 世とギリから横須賀基地所属の DD-153 夕霧に交代して2021年も継続されることになっている。自衛隊初の海外拠点となるジブチ共和国ではジブチ国際空港に活動拠点を設置して航空自衛隊の C-130 輸送機によって人員や機材などの輸送が行われているほか、護衛艦はジブチ港、イエメンのアデン港、オマーンのサラアラ港を活動の拠点として利用している。ジブチ活動拠点は、ジブチ国際空港に駐機場、格納庫を持ち、280人ほどを収容できる宿舎などの関連施設が設置されていて、砂漠気候の猛暑の中で自衛隊員が任務についている。ジブチ国際空港には他国の哨戒機も派遣されていて西側各国の哨戒機が翼を並べている中で海上自衛隊の哨戒機が一番きれいにクリーニングされているという。このように自衛隊の海外派遣により、世界からの日本への信用度が高まりつつある中、日本国内においても、2018年の内閣府調査で自衛隊の海外派遣を評価するとの回答が 87.3% にも上り、自衛隊の海外活動が認知されつつある。しかし、世界への貢献で注目されている海上自衛隊哨戒機において、2018年12月20日に驚愕すべきニュースが日本国内に発信された。日本海において、韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊哨戒機に対して、火器管制レーダーを照射するという友好国にあるまじき事件が発生して、大問題となり、日韓双方の主張が真っ向から対立する中で、現在も真相は闇の中である。現場は日本の排他的経済水域 EEZ 内である
大和うずたか付近で、海上自衛隊第4航空軍厚木基地所属の P。哨戒機が、韓国海洋警察庁所属の警備艦、マイリホーと、それに搭載されていると思われる。ゴムボート2隻、そして、韓国海軍駆逐艦、航海土大王と、漁船らしき小型船を発見した。B1 哨戒機が、現場上空で、写真、動画撮影を行っていたところ、突然、航海土大王から、火器管制レーダーを照射されたのである。B1 哨戒機は、火器管制レーダーが照射されたことを確認し、現場を離脱したのであるが、合理的とされる理由なく、火器管制レーダーを他国の航空機に照射する行為は、日本、韓国ともに合意している。海上衝突回避規範、CUES の規定違反である。韓国海軍の発表によれば、B1 哨戒機が低高度で威嚇飛行をしたためで、B1 からの無線による呼びかけは、通信環境不良で受信できなかったとして、救助活動を妨害した日本側が謝罪すべきとしているが、日韓双方がその後に公開した動画を見れば、どちらが正当であるかは、誰が見ても明らかだ。当日は、晴天で通信環境は良好で、現場から 240km 離れた位置を飛行中の航空自衛隊練習機が B1 からの呼びかけを聞き取っているばかりか、後に韓国側が公表した動画において B1 からの呼びかけが明確に聞き取ることができ、韓国の言い訳は虚偽であることが判明している。いずれにしても、この事件に関しては、韓国側の主張が矛盾だらけであり、韓国側に非があるのは明白であるが、それ以上に、直接の同盟国ではないとは言っても、アメリカを介した準同盟国と言っても、過言ではない友好国の、航空機に対して、接近したからと、攻撃の意思を示す。火器管制レーダーを照射する行為は到底容認できるものではない。2021年現在、この問題については触れられることなく、葬り去られているのであるが、これは日韓の対立を快く思わない。アメリカによって、韓国にはお灸が据えられ非凡が、なだめられたといったことなのであろうと思われる。この隣国による腹立たしい事件で、海上自衛隊の4発ジェットエンジンを持つ哨戒機が注目されたが、これは海上自衛隊の国産の新鋭哨戒機 P1 である。国産哨戒機 P1 は防衛省技術本部と川崎重工業が共同開発した固定翼哨戒機で、ターボファンジェットエンジン4発の中型の機体で、海上自衛隊の P3C の後継機種として運用が開始され、2021年1月現在36機を保有し、最終的には70機の配備を目指している。B1 のターボファンジェットエンジン XF7 は IHI、旧石川島播磨重工業によって開発され、アビオニクスについても、当初はアメリカ軍の B8A と共通性を持たせて、相互運用性を確保しようとしたものの、日本独自のシステムが搭載されたほか、レーダーは国産レーダーである HPS-106 が3面搭載されるなどした純国産の固定翼哨戒機である。初舷と性能は、全長 38M、全高 12.1M、翼幅 35.4M と100人乗り程度の中型旅客機ほどのサイズで、
最大速度 996km/h、巡航速度 833km/h。実用上昇限度 13,520m、航続距離 8,000km である。特筆すべきは並走で、B3C よりも高い攻撃力を有していて、胴体下部の爆弾倉とミサイル用のハードポイントが8カ所あり、91式空対艦誘導弾や AGM-84 ハープーンなどの対艦ミサイルに AGM-65 マーベリック空対地ミサイルなどを装備することができるほか、陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾をもとに開発された新型の空対艦ミサイルの搭載試験が実施されていて、実用化を目指しているとされている。また、潜水艦探知用のソノブイは、B3C では、発射口に48個。装填されていたものが、B1 では38個と減少しているのであるが、これは、B1 では、機体内部のランチャーによる自動装填が可能となったためで、B3C が人力で3個までしか装填できなかったことから、すると大幅に、発射できる数が増えたことになる。 B1 は1機が約170億円と F35 などと比べても高額であるが、四面を海に囲まれている島国の日本を外敵から防衛するための目としてその存在は不可欠である。現在配備されているのは八戸基地の第2航空群、厚木基地の第4航空群、鹿屋基地の第1航空群であるが、今後は那覇基地の第5航空群と、千葉県にある下総基地にも配備される予定とされている。